はいどうも、皆さんこんにちは、こんばんは、ニューヨークさん、ITLでございます。初めての方、はじめましてね。今回もね、こちら、ハートサブレの方を使っていきたいと思います。でね、敵がね、入ってきた、オッケー。人が少ないからな、もうちょい入ってきてほしいな、と思ったらね、もう早速光線が始まってるんで、とりあえず、ワンキル。ハートサブレはね、なんか止まって打つと、なんか精度がね、クソ高いらしいです。はい、よくわかんないんですけど、実際奥さんもね、使った経験というか、数が少ないんで、まあ、なんと言いますかね、しっかり裏取ってやらないとね、やっぱりこんな感じで。で、多分ね、火力が相当少ないと思うんで、スナイパーのとこから撃たれたの、これが、おった、この人や。よーし。よーし、オッケー。何発当てりゃいいんだ、これは一体。めっちゃ当てた気する。やばい、投げられそうな気する、これは。いや、気のせいじゃない。ちょっと一回下がる。あー、2歩そのまま撃ち続ければよかった。いやー、でも意外と、まあ、入るっちゃ入るんだね、ダメージ。で、エニシが一人いるのか、あそこに。待って、いやまずい、ちょっと一回立て直すか、体勢を。で、裏しっかり先に上から倒すまずは。よし、これはどうなんだろう、胴体打ちで行ってけばいいのかな、それとも頭を狙っていった方がいいんだろうかな。で、クロスヘアがでかいからね、その分ちょっと狙うのがね、難しい、とっても。ちょっと階段が邪魔で、階段が邪魔であれができない。ちょっともうちょい立ち回っていこうか、こっちだ。よし、オッケー、いい立ち回り。ちょっと待って、よし、オッケー。何発当てればいいんだろうね、ほんと。で、下にいる、やべ、リビール便利すぎ。で、なんか、これが、汚い、なんか色が変だなって、紫色っていうか緑色になってる。なんで紫になってんだなくて、緑か。ちょっと待って、やばい、投げられる、これハザード、やばい。投げられたらきついよ、マジで。うわぁ、絵西かぁ。で、絵西って今どうなんですかね、一発で沈めれるのかな。なんか二発でしたよね、そういえば。どうなんだろう、そこら辺。よくわかんないですね、絵西使わないんで。さあ、ってどこだ。いやー、緑色。やばい、足遅くなる。待って、吉。待って、緑色吉。やばい、インパクト。ちょっと待って、やばい。足が遅くなる。これ、覗いた方が強いんじゃね？ちょっと待って、やばい。倒しきれない。よし、オッケー。やばい。ハザードのあれが、マジで吉。足遅くなる。やばい。ほんとマジ。あった。いや、待って、見えねえ、この距離。ちょっと待って、見えねえ。マジで見え。ほんと見え。よし。ちょっと待てよ。待て。とりあえずね、どうなんだろうね、ぶっちゃけた話すると。いる。最近ね、奥さん、ガールフレンド音符って、ね、最近始めたんですよ。まあ、もともとね、リリースされた瞬間からやってたんですけど、7個のクソゲーとかで消してて、まあ一応デレステ、出れますか？デレステか。デレステやってたんですけどね、またガールフレンド音符やっててね、ちょっとももこちゃんの SSR ね、出るまでずっと10万ポイント貯めるまで回してたんですよ、奥さん。はい。もうね、3日間で10万ポイント貯めるのきつかったんですよ、奥さん。もう本当にもう、やばい、後ろに絵にしる。気づいた頃にはもう時すでに遅しというやつか。いやー、皆さんはどうですかね、デレマスとかいろいろ、ソーシャゲやってると思うんですけど、どうですかね。おー、肌の人はインパクトがマジでいて、シャレだな。ちょっと待って、これ覗いたら強いんじゃない、やっぱり。絶対覗いたわ、なんか効率いいような気する。こちら目ですより精度悪いからな SMG。 やばい、エニシやばい、ボタン止まっ、間違えた、ボタン間違えたんご。エニシいいね、そんな強いんか今エニシ。ちょっと待って、よし、オッケー。まずワンキルしての、やっぱりリビールがほんと便利。リーコマリビールが便利すぎて激そう。きた、頭当たったような気付ける、気のせいか。この人腰打ちじゃない、さっきから思ったんだけど。腰打ち勢とか言いつけ。やば。こっちか。いや、アッサルトに打ち勝つ、きっつ。マジできち。あ、おった。サブレに行き。うわ、頭か。頭狙った方がいいんかな、やっぱり。でも頭狙ってもね、ダメージがね。てかもう、腰ダメで打ったら、反動じゃなかった。クロス性がでかすぎるのと、射程っていうか精度がね、ちょっと若干低いんで、頭が狙えない、そもそも。ちょっと近づくしかねえな、これはやっぱり。いやー、インパクト痛い、やばい、死ぬ。ちょ、ハザードがマジでえぐい。ちょ、ボタンもせいだ。ハザードのスキルというか、あれがえぐすぎる、マジで。よーし、アップねー。やべ、サフレきついぞ、マジでこれ。サブレほんとやべえな。ようこんなみんな使うよな。ある意味すげえ。あ、これか、降りてくるな、多分。来た。よし、オッケー。でもやばい、裏取られた。
もうコンパクトにも打ち負けますからね、サブレだと。きちい。きついなマジで。サブレはどうなんだろうな、ほんと強いというよりも、ネタ武器なんじゃないかな、マジで。これ、もうサブレほんとガチで使ってる方にちょっと申し訳ないですけど、もうよう使えるよね、でも逆に、サブレなんて。ちょっと待って、やばい。グレネードがやばい。よし、オッケー。で、もう一人俺の、あー、降りてきた。やばいやばい。よし。一回で落としとくか。いやー、きっちい。サブレきっちい。マジできっちい、この武器。これでクラン戦やろうとか言われたら、マジでもう、ネタだろって話してね、もうほんと。よし。オッケー。はい、というわけで今回ですね、ハートサブレの方を使わせていただきました。というわけでね、ノーマルなんで、まあ、移動速度がね、若干、プロに比べて上がってると思うんですけどね、ちょっときついです。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。